新住友ビルディングは、大阪市中央区北浜の土佐堀川の左岸、通称住友村と呼ばれる一角に所在するオフィスビルである。正式名称は住友ビルディング。住友ビル本館と呼ばれることもある。西側にある住友財閥の本拠として建てられ、1926年4月に第一期工事が竣工した住友ビルディングは、 昭和30年代に入ると入居する各社の発展に伴い過密状態となった。このため、1956年11月に住友銀行など7社で構成される第二住友ビル建設準備委員会が結成され、各社協議の結果、隣接する住友商事及び住友や所有の土地約9000平方メートルの敷地に地下三階地上十二階の新ビルを建設する。 新ビルにはグループ11社が入居する新ビル完成後に住友ビルディングは銀行が全館を使用するなどが決まった新ビルの建設は地下を4階にして1959年9月に着工1962年7月に竣工し同月にグループ各社が入居した完成した新ビルは新住友ビルディングと呼ぶようになるが住友ビルディングが 住銀の単独仕様になり、1982年7月から住友銀行本店ビルと呼ぶようになると、それを機に新住友ビルディングは住友ビルディングに改称している。辰山石仕上げの近代建築である住友ビルディングとは対照的に四隅のイタリア三大理石の間にアルミニウム合金とステンレスを多用した横連窓で現代的な印象を与える。 建設当時の市街地建築物法では百尺制限の高さ制限があったが、本建物は東、南、西の対抗建築線から20メートルの距離を取り、高さ45メートルの特例を受けている。約9万平方メートルの延べ床面積は、竣工当時西日本最大で、基準階の1フロアの面積としては2016年現在でも、大阪で最大である。 83.8メートル68.3メートルの正方形に近いフロアには十字に通路が配置され、センターコアに12台のエレベーターが稼働する。エレベーターは当初の16機から12機に減らされ、エネルギー消費量の低減を図るとともに余剰となったエレベーターシャフトはターミナル空調スペースとして活用されている。センターコアと 明快な耐震壁の配置により、バランスの良い構造計画が採用され、鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造体は、耐震診断の結果、補強不要と判断され、今後も建物が継続利用できることが確認されている。本建物は、建築業協会主催の第5回 b c s 賞、2013年にはロングライフビル推進協会主催の第22回。 ベルカ賞を受賞している。また、生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪に参加している。春行当初は、下記のように、住友グループの複数の企業が拠点を構えていた。ありがとうございます。